空気が漏れている。奴はあそこから呼吸している。首の後ろだ。タイミングは奴が空気を吸った瞬間だ。ミスター、この音は。それは空中で弾丸が跳ね返ってる音だ。何、俺のせいだ。俺の責任だ。まずい、最悪だ。ミスターは今捨て鉢になっている。なんだこれは、埋め込んであったのか。覚悟が必要なんだ。覚悟とは犠牲の心ではない。とどめを刺さるにゃ。ミスター裁判の結果、正当防衛は認められず。くそ、立て、釈放だ。だから裏から手を回したと。あんた組織の人間か。すまない。はい、この男と、そうだな、あいつらの分も。ブルスケッタを4つ。変わったやつだなお前は。あ、見える、道がはっきりと。おめえら理解してねえようだな。覚悟はできてるんだろうな、ミスター。見えねえ、血が凍りついて固まっ。暗闇に見えた道は、生高えものが。やばい、こいつを引っこ抜かなくては。これ以上食い込まねえようにな。ミスター、ダブ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 ダ。こいつは一体何なんだ。あ、まあどうでもいいか。ゴールドエクスペリエンスの能力は、正確には直すんじゃなくて体の部品を作るんです。ヤングなんだから騒がないでください。傷はあと18箇所ほどあるし。いた、おい、見た。優しくして、優しく。目的地までの時間は、したがって追っ手があと何人残っているのか、君たちのチームが何人失った、もし誰かが指令と違った行動を取ったのなら、たとえそれが偶然の事故であったとしても。指令1、塔の上には階段はなく、現在エレベーター1機のみで塔上に登ることができる。指令4、他の者は戦場にて待ち、上陸を禁止する。以上だ。ああ、かろうじてだったかな。ベネツィアで何日か遊んで帰ろうぜ。ナランちゃん、レーダーを見張っていろ。な、ああ、ブチャルティ。当然だ、俺が行く。さあトリシュ、テントウムシは太陽の虫、生命の象徴だったな。いい機会だから言っておこうと思いまして。改まってどうした。どうにかして俺がこれをボスの体につければ、ジョルノにはその居場所がわかる。私これからどこへ行くことになるの。君の父親はそういう力を持った人だ。その通りだわ。そんなこと心配するなんておかしいわよね。何！？トリッシュ、そんな、どういう。ブローのブチャラティはネアポリス郊外の村で漁師の息子として生まれた。母親はとても優しく、ブチャラティは母との会話がとても好きだったし、両親は結婚10年目にして離婚した。あなたは父さんと母さんどちらと暮らしたい。あなたに決めてもらいたいの。僕は父さんと一緒に暮らすよ。それじゃあ行くわ。月に一回は会いに戻ってくるわ。父さん、そろそろお客さんが来るんじゃない。ああ、もうそんな時間か。お客さん、あの島はいい釣り場ではないですよ。他にもっと。いいから。父さん、こんばんは。君、息子さん、現場にこれが落ちていた。幸運にもブチャラティの父親は一命を取り留める。時に
自分の意思で正しい道を選択する余地などな。誰だてめえは。子供。